ボンさんが最近雑にモノマネしてる中村雄一さんいるじゃないですか。雑にやってませんよ。いや雑になんかしてませんよ。いやそのやめてください。ごめんなさい、真剣にモノマネを、ね、したいなっていう、したいなっていう、中村雄一さんがこの前インスタで、あのドズル社のグッズツイートしてくれてて見た、うん、でそのえって思って初め、うんうんうん、そのえドズル社知ってるのって思って、はい、よくよく見たら、うん、ドズルってもともとガンダムのキャラクターなんですよね。ですガンダムにも出てくるこうドズルザビっていうキャラクターがいるんですけど、おじさんに対しての踏み絵だみたいなツイートしインスタに投稿してくれてて、あつまりはそう、うん、若者にはドズル氏は伝わるけど、おじの俺にはガンダムに見えるみたいな、そういうことよね。そういう内容ですよね、おそらく。そういうことだ、そうです。いやでも触れてくれててめちゃくちゃ嬉しかった。ドズルザビだと思ったら違うドズルだったっていう。違うドズルだったっていう。踏み絵だったんだけど。いやまさか中村英一さんも、はい、その踏み絵のドズルちゃんの中に、うん、自分と同い年の人がいるとは思ってないでしょ。あ、ボンさん同い年なんですか。同い年です。ええー。同学年なんなら、ちょっと僕のが、はい、ちょっと年上、数ヶ月年上。いや、それは同い年でいいでしょう。あ、そうなんだ。いや、そう考えるとすごいですよね、だから。まさかいると思ってない。まさかいると思ってないです。そう、ドズル社って、あ、若者のグループなんだなって思ってるでしょうね、おそらくね。いや、そうなんだ。同い年なんだ。そうです、まさかおじさん踏み絵におじがいるなんてね、思ってないよね。実はね、絶対思ってない。いや、それはでもね、びっくりしましたね。嬉しいですね、触れていただけて、ね、いや嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい、うん、ほんと。しかもひっそりモノマネの練習をしていた翌日。いや、そうですよ、ボンさんがその前日の配信でモノマネしてたから うん、ね、初め僕見た時、お前見とるからなっていう、お前見とるからなっていう、ふざけんなよっていう、あれかなって一瞬脳裏をよぎったんですけど、安心した、うん、安心した、よかった、うん、見とるかった。YouTuber イコール若者と思ってる人もいますよね。まあそうかもしれないですね、うん、だいぶ変わってきた感じもしますけどね、うん、そうね、まあそうか、まあ、そう、見る層もそうだしね、そう、うん、見る人も結構ね、うん、僕の大好きな映画チャンネルは割と幅広いですから、はい、うん、うん、そっちはそうか、確かに、そうだな。ドズボタレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。